エボミニ第6世代ついに手に入れました。番号が確認必要ありますね。では、これから開封します。おお、この感じいいですね。 おまだより結構軽いですね。この大きさは本当に片手で握れます。短時間でいいですけど、長時間なら本当に疲れますよ。箱はいつも通りで、これが説明書です。新世代の F-mini6。なので充電器も新しいなの。充電ヘッドは20アンプルなので、 急速充電できるだって。カバーを外して開けてみようか。うわ、この金属の食感。めっちゃ気持ちいい。レンズは一つだけあるだけど、結構 4K 撮れますよ。まあ アーェイで買う人は基本的カメラを使わないよね。今回は6世代のミニは横に磁石あるから第2世代のペンスを使います。なのでいつものスピーカーの穴は下に2つあります。そして反対側に2つあります。合計4つあります。つまりスピーカーめっちゃいいですよ。音量調整のボタンがここにあります。電源のボタン右にあります。 早速開けてみようか。今回の電源ボタンは指紋認証つきます。なのでマスクつけても6解除可能。でもそもそも家にいる時にマスクがつけなくないあとは今回の指紋認証は一つデメリットある。後で話すね。オープニング画面が結構綺麗だよね。 では、これから設定しましょうか。まずは、日本語を選択して、地域は日本。これがあまり気にしないで飛ばします。続けるタッチしたらいいですよ。Wi-Fi つながります。次は、指紋認証入力しますね。 次は、横の時に必要ある指紋認証です。指紋認証入力できたら暗証番号入れる必要があります普段は6桁ですけど僕の場合はいつも4桁にします4桁変更はここにあります 今回は新しいのアー a d ドなので、一番最後の選択肢選びます。次は ID 入力しますね。ここは少し時間かかります。位置情報サービスなんですけど、どちらでも大丈夫だと思います。紛失心配するならオンした方がいいと思いますよ。iPad は、Apple Pay は使わないね。s i l は人によりますね。ここは許容した方がいいと思いますよ。 あなたの声はもっと認識できるように iPad 解析はどちらでも外観はダックモード好きですよし、これから iPad 使えますこれから動画編集もっとやりやすいでしょうここは面白いですよ iPad カメラは人の顔が追跡できますつまり iPad 置いて 人が移動したら自動的に顔が追跡します。こんな感じですね。ただし、現在のアーペードは FaceTime 書きにいますね。ちょっと寂しいな。最後に、この指紋認証のデメリットが一つありますね。ここの動画見てみましょう。指輪普通にここにタッチするじゃないどうして認証してから1秒間経って画面が開くんですかもう一度見ますね。 ここにタッチして、この1秒間が必要あるなんか不思議。